内定チャンネルでは動画100本の配信を記念いたしまして、なんと初の豪華プレゼント企画を実施いたします。総額は100万円です。なんと Amazon ギフト券1万円分を100名様分に贈呈しちゃいます。応募方法はミーツカンパニー公式ツイッターよりご確認ください。引き続き内定チャンネルでは就活生の皆様の役に立てるような内定の秘訣、就活のノウハウといったものをまとめた動画を配信していきます。この機会にぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。備考欄に公式ツイッターも掲載しておりますので、ぜひご応募ください。お待ちしてます。お待ちしてます。DM 人事部熊谷です。コンです。竹内彩香です。どうもシュンです。こんにちは。それでですね、今日も元気よく頑張っていこうと思うんですけども、はい、ベンチャー企業の見極め方について今日もお聞きしたいんですけども、はい、社員同士の仲の良さみたいなところは結構僕自身は就活生の時に重要視してたんですけども、お二人はその社員同士の仲の良さみたいなところは重要だと思いますか？僕は結構重要だと思いますね。もちろん成果ありきだと思いますけど、はい、単なる傷の舐め合いみたいな、こうなんか慣れ合いの関係がいいとはもちろん思わないですけど、はい、まあ、なんか成果出てればもちろん仲いいに越したことはないな、はい、あとは仲良くなれそうな人が多いかどうかもやっぱり気にしますね。あ、そうなんですね。カモさんはどうですか？いや、僕もそれは仲いい方がいいと思いますよ。会社を辞める理由の結構多分大半が多分人間関係だと思うんですよ、うん、本業のまあ仕事だったり給料だったりとか数字だったりの部分の、妨げになっちゃうんで、はい、もったいないですよね。その社員同士の仲の良さを見る上でなんか見極めのポイントみたいなのがあれば教えていただきたいんですけども。裏側じゃないですけど、その素の部分どれだけ見極めるかですよね、うん、やっぱり表面上とかこう会社のね、なんか説明のムービーとかに出てるのって当然いい場所取ってるんで、はい、例えばじゃあ社員同士で違った時になんかこうどんな雰囲気で挨拶してるかとか、うん、オフショットの写真とかね、もしあったら見せてもらったらいいと思うんですけどね。なんかこう面接官の人とかになんか社員同士で飲んでる時に撮った写真とかありますかとか聞いて、はい、なんか撮ってたりするじゃないですか。だって学生さんとかも結構みんな楽しい飲み会してたらなんか写真撮ったりしますよね、はい、それ1枚2枚ぐらい多分スマホ入ってると思うんで、はい、そういうのあったら見せてくださいとかって言って、なかったらなんかうんみたいな、なるほど、まあ、ないのがダメとは言わないですけど、はい、そんな感じで見極めてったらいいんじゃないかなと思いますけどね。カモさんは何かございますか？まあ見極めの無理だと思います僕は。で、はい、ここの女性たちが今仲いいかどうかなんて見極められないですよね。大抵は悪いです ね、うん、いやだって仲悪くたって挨拶ぐらいはするじゃないですか、はい、でも裏でどういう風な悪口言い合ってたり、プライベートで全然会ってないとか、会ったとしてもうぜえなと思いながら会ってる可能性あったりし、そんなの分かんないんですよ、人間の感情なんて、うん、だから見極めるの無理だと思います、うん、だしもし仲良かったとしても自分がそこに入ったら仲良く一緒になれるかって言ったらそうとは限らないから、うん、でも往々にして結果出してる人の方がみんなからなんか好かれるっていう傾向やっぱあるんですよ、うん、で結果出してないのに仲良くできる人って実は少なくて、はい、肩身狭くなってくるんですよやっぱり会社って。そうですね、どんなに人格が破綻してる人でも結果出してるとなんかああいうところが結果出るんじゃないかってなんかポジティブに捉えられがち、うん、錯覚みたいなのが起きやすいんで、うん、じゃあ結論、まあ、分かるもんではないけど、まあ、実際に働いてみて仲いい方が成果を出しやすいっていうところで、うん、それは間違いないですね、うん、仲いいですよね皆さんは。仲いいです。よくなさそう回答でした、ね、会社を見極める上で、はい、なんか重要なんか制度とか、あとなんかこういう制度があれば、この会社はいいみたいなのが他にポイントとしてあれば教えていただきたいなっていうふうに思います。結果的に業績数字が上がるかどうかに直結してくると思うんですけど、やっぱ心象筆伐って結構大事だなと思ってて、はい、おそらくその学生の皆さんもなんか社会人になると多分ドラマとかの影響かもしれないですけど、すげえ上司に怒られたりとか、うん、めちゃくちゃ怖い先輩がいたりとか、はい、結構怒られたりすることって多いんじゃないかなってイメージ持ってると思うんですね、はい、イメージあります、はい、それはまあ間違いなく多いんですけど、あ、うん、ただ一方で怒られることはあるんですけど、結構褒められてるイメージとかってあんまないと思うんですよ。でも部活とかってこうめちゃめちゃ怖い監督いつつもなんか勝ったら表彰式とかってすごい称えられるじゃないですか、はい、なのでその心象筆伐のなんかこう罰の部分じゃなくて賞の部分もあるかどうかっていうのは結構大事かなと思ってて、うん、活躍した人しっかり称えるとか、はい、うん、結果出した人をこうみんなで褒めるとか認め合うみたいな文化があったらいいんじゃないかなとは思いますけどね、うん、この人が評価高いよっていうのがやっぱり周りのみんなにもこうちゃんと周知されるみたいな、うんうん、なるほど、はい、株元さんはございますか？
まあ、尊敬できる人がいるかどうかっていうところですかね、うん、上司が尊敬できないと地獄ですから、うん、ちなみに上本さんが今、尊敬している方っていらっしゃいますか？いますよ、もちろん、うんうん、まあ、ウェブで出てる人とかだと、はい、うん、武田塾の林社長とか、はい、やっぱあの人すごいですね。あ、そうなんですね、うん、どこがすごいんですか？やっぱ器も大きいし、はい、人のなんか話ちゃんと聞けるし、うん、コミュニケーション取ったらいろいろ導いてくれるし、はい、答えを教えてくれるから、はい、まあ、すごいなって思いますね、うん、熊谷さんはいらっしゃいますか、尊敬する人？いっぱいいますね、うんうん、僕はどうしても人事なんで、まあ、会社の中の仕事が多いんですけど、はい、やっぱりこう取引先のちょっと具体名言えないですけど、社長さん、昔から可愛がっていただいている方もそうですし、社内だとやっぱり当然ながら他の役員陣とか、こうやっぱりこう自分にないものをたくさん持ってる人すごく多いので、うんうん、やっぱ日々日々、ああ自分これできてないなとか、あ確かにこれ自分足りないなってこう思うことだらけなので、はい、尊敬する人がいるかどうかっていうところは、就活生がなんか会社を見極める上で一つの大事な要素だということが分かりました、うん、はい、ありがとうございました。